のせいじゃなかった？気のせいじゃないよ、髪黒くした昨日して色落ちしまくってて、いやこれはちょっと出る前に染めた方がいいと思って、絶対にと思って、そう染め直した。あ、グランツさん、これなんだろう、と、何と、タワーありがとうございます。名前が分かんなかった、ちょっと待ってね。なんかあれかな、七夕のやつかな、今やってるよねイベントだって。よいしょ、七夕のね、また何ポイントでなんかあれでみたいなやつ、それだよね、それのやつか。ありがとうございます。チャレンジからも受け取れるんで、あの無料でギフトをそれ投げてくださったらすごく嬉しいです。もしかしてあれが見える、どういうこと、くす玉タワー、これくす玉タワー、ありがとう、たまね、オッケー、マイクかと、あ、このやったわ確かに見えんこともない。今日7月2日、くす玉だっけ、くす玉タワー、久しぶりに書く気がする、そんなことはないか、クマ、あ、でもこの間のお話し会の時に書いたか、いつだっけ、この間最近あったよね日付が全然覚えてない。グランツさん、くす玉とはありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あ、そういえばさ、前にさ達成したさ、あのショールームのイベントのやつでさ、全あの3つぐらいいただいて、こないだもらったんだよね、それなんか5月とかのやつだった気がする、あのコーヒーショップのドリンクチケットとみたいな、図書カードと、あとはカタログギフトいただいた。カタログギフトがめっちゃ美味しそうで、全部選べないんだけど、あ、フルーツ、フルーツ大福さ頼んだんだけど、まださ届いてないよ、まだ届いてないよ、そういえば、あの自分でこうネットで注文する感じだったんだけど、注文してまだ届いてないよ、いつだろう届くの、だいぶ、いつ頼んだっけ、後で見よう、配信が終わったら、忘れてたわ、今思い出した、食べれてないんだよね、まだ、今度ショールームで食べると言ったら、このさカタログギフトのやつが、そのなんかこう日本各地の全国の名産品みたいな、そういうやつがいっぱいあって、食べ物なんだけど、全部美味しそうな、迷ってる、めちゃくちゃ美味しそうで、そう、なんだっけ、あ、前のさホワイトデーの時のやつ、それもギフトのやつでさ、スイーツのギフトで、あれまだ頼んでなくて、結局で頼んでなかったらなんかいろいろ変わってて、そのラインナップみたいな、商品の変わってて、定期的に変わるみたいで、カヌレがあったの、カヌレが、バームクーヘンにしようと思ったんだけど、カヌレがあったの、
だからカヌレにしようかな。そう、びっくりした、前なかったのにカヌレがあって。いや、プリンもあった、プリンもあったけど、でもプリンはカラメルソースがついてないタイプのプリンだったから、カヌレにしようかな。え、カヌレがあってびっくりした。生カヌレじゃなかったけど、確かクリームが入ってるやつ。でもこれ、これはもうバームクーヘンよりカヌレでしょ。ちょっと頼むわ、カヌレにするわ。それ言ってから頼もうと思ってたね、忘れてたわ。そう、プリンはね、そのプリンだけのやつも好きなんだけど、カラメルソースが入ってるやつの方が好き。あ、あとなんだっけ、図書カードとコーヒーショップのドリンクチケットですね、もらいました。めっちゃ行く、コーヒーショップ。嬉しい、これあれが飲みたいんだよね、抹茶のやつ。そう、図書カードってさ、使えるのって本だけ？あんま図書カード使ったことないんだよね、使わないからさ。なんか小学校の時にさ、500円分とかの図書カードとか、確かに図書カードで漫画買うのもありだな。めっちゃ買えそう。うさぎ、あ、これうさぎの絵柄じゃないんだよね、いただいたやつ。知ってるよ、うさぎのやつ。これでもなんか絵画っぽい。いや、嬉しい。でも図書カード、久しぶりに本買おうかな。今日はネモハモルームを踊りました、ザ・ミュージック・デイで。その後は明日のなんだイベントのリハーしてきた。そう、明日イベントなんですよ。やばい、練習しないと。あ、夏染め、それさ、それだ、それ。合ってるか不安になったから言わなかった。合ってるっけと思って。そう、イベント、明日イベントですね。で、それが終わったら、6日だよね、次 B 公演。最近はいろいろあるね。次イベントが終わったら、でもなんかさ、こう連続でさ続いてない、あ、続いてるけど、ミュージックでイベントは、そのさ、公演がイベントで次の日公演とかだったらさ大変だけどさ、開くからさ、2日、あ、2日か練習できる、よかったよかった。屋外目とめちゃくちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶり。しかもこういうさ、なん、この大分の一人でイベントがあって、それは屋外だったけど、なんだろうな、ライブって感じのイベントではなかったから、こういうライブみたいな感じのさ、他のアイドルさんもいっぱいいてみたいなイベントはめっちゃ久しぶり、屋外でだった。まあでもそんなに出たことがないんだけど、そもそもね、その屋外は、屋内が多いから。下も、あ、確かに言われてみれば結構ね、まあ、結構練習して毎日踊ってた。最近ね、もはもレッスンが毎日あって、毎日踊ってた。去年に1回振り、1回っていうか、そのなんていうの、
披露する予定はなくってもとりあえず振り入れみたいな振り入れがあって、公演とかでこう披露する人たちと一緒にこう振り入れして、そう何人かとかの3人とか2人とかでレッスン受けて、そっからそう披露する予定が全くなくて、そうレッスンしただけで披露しないかもみたいな言われてて、そうスタッフさんからも、まあ確かにそんな気もするなと思ってたら、ね、びっくり、こんなとこでレミちゃん1日しか練習、そう人によってだね、その決まった時のタイミングが、その代わりにもともと出る予定だったら代わりに出るっていう、決まったタイミングが結構バラバラだからさ、人によってかもしれない、私は何日か前かだけど決まったのマンペンとレッスン一緒、レッスン、いや一緒に受けてないかも、なんで告知遅かった、それはちょっと分かんないや、それは私もまだかなと思ってたけど分かんないや、それはそれはちょっとスタッフさんに聞いてみないと分かんないわ。姉ちゃん気の気持ち、そうや人によるんだよね本当。人による、あのいつ決まったとか、リハで上からカメラ行くよってない、リハで分かってた、リハで分かってた、あれ分かってないと向けないよあれだってなんかねさあ、なんで上から撮ってるみたいなやつは、うん違うな、普通に撮ってるカメラはこうそのカメラが映ってる時はこう分かるようにランプがつくんですよ、上に光ってるのね、そう映ってるっていうのがこのカメラで映ってるみたいな分かるんだけど、でもこのああいう上から撮ってるやつはつかないの、そうつかないんですよ、だからそう分かんない、あれは私事前に知ってたよじゃないと見れないよ、だって気づかないもんつかないのにさランプつかないのにあれはね、つかない。ランプつかなかったって、そうタイミング、ここの時にここが抜かれるみたいな。そう、だからここの時にこっち側が映るからこっちの方見てみたいな全部覚えてって、でも嬉しいね一人で映れたのは、だって全員がさ一人でさこうカメラに抜かれるわけじゃないからさ、嬉しかった、ソロで残るって知ってびっくりした知らなくて、そのリハの時にそのねそのカメラのさこのあのなんていうのここ抜かれますよみたいなリハの時に知って、
気に増えそう。増えるといいけどな。増えたのかな。元の数字とか覚えてないんだよな。 SNS も細かい数字とかも覚えてない。大体でしか覚えてない。増えたかな。増えてたらいいけど。とりあえず明日はねイベントだから。明日はイベント、何がフォーメーションずっとしてないでしょジオコンセン T シャツあれでしょ。大分の知ってるよ。毎日が地獄ですって書いた T シャツでしょ。あれ明日着ていったらやばいえって言われちゃう持ってない、あれ持ってないよ。しかもあの T シャツ私めっちゃ見たことあるけど、空港とかに売ってるんだよね。大分空港とかになんか T シャツとか、あのなハンカチ、ハンカチタオルかな、なんか売ってた。いろいろなんか同じのを書かれたやつ。毎日が地獄ですって書いたやつ。しかもさ、その文字の漢字もさ、なんだろうな、こうあれなんて言ったやつあるのかな。本当もなんかすごい欲しい欲しい大分に売ってますよ、地獄 T シャツ。そういう時に着る着てる人見たことないかもしれない私は持ってないね、あの T シャツ着る場面がなさそう次は割れてね。確かにね、また出たいけど。多分めちゃくちゃ楽しかった今日。え、本当に気づいたら終わってて、え、今日もなんか、え、なんか、うん、気づいたら終わってたって感じ。本当にあっという間だった。めちゃくちゃあんだけさ練習でさ、めっちゃ何日間かかけてさ、毎日毎日踊ってたのにさ、本番一瞬過ぎて流行ってなった。気づいてた？何？気づいてた？あ、お弁当見つんだかい。お弁当はね、あれにした。あー、なんかなんだっけ、梅のやつ、じゃこかな、じゃこと梅みたいなみたいなやつにした。そぼろと迷ったんだけど、そう、おかずで決めたね。結局おかず食べたい、おかずだった。のり弁じゃなく、のり弁に味残った。のり弁も好きだけどね。のり弁のさ、あの入ってるおかか、のり弁っておかかだよね、間に入ってんの。あれの時、あれしらすだったかな、忘れた忘れたな。梅そぼろではない。そんな前から決まるかな、ミュージックデーに出ること。ミュージックデーに出ることは決まったのはいつだ。あれはでも何日か前だよ。1週間も前じゃないと思う。
あれだ、今週、ん？今週か、4日前とかかな、違う3日前か、3日前だ、3日前、3日前ですね。え、そうだからびっくりした。ホットホットののり弁確かに美味しいよね。ホットホットののり弁はおかかがめちゃくちゃ美味しい。そのなんか高菜弁当みたいなやつがあるやん。ちょっとだけどんな名前だったか忘れたけど、高菜が上に乗ってるやつ違ったっけな。なんかそれはそののり弁のそのさ、のりとご飯の間に入ってるおかかがなんか漬物とかさ、こう入れてあるちっちゃいスペースあるじゃん、弁当のあそこに入ってたんだけど、それも好きだった。そのちくわって読んじゃった今コメント見ながら喋ってた。なんだっけ、おかかが好き。ちょっとおかかが好きなんだよね。お弁当じゃないわ、おにぎりとかの、おにぎりおかかいるんで、あのさ、セブンのえ、なんて名前だったっけな、なんかセブンのなんかおかかがめっちゃ入ったやつがあって、のりも空いてなくって周りに、あ、なん、それがめちゃくちゃ美味しく、あ、かつお飯ってやつ、これをそのこの間さやってたさ舞台の期間中に初めて食べたんだけど、初めて見て売ってるの舞台の時、あの期間中に食べたんだけど、これめっちゃ美味しかった、カツオ飯ってやつ。なんかおかかご飯みたいな、こうご飯におかかがこう混ぜご飯みたいな感じで入ってて、で中心にもおかかがめっちゃ入ってるの普通のおにぎりみたいな感じで、いや前は入ってないと思うけどな、それも美味しかった。カツオ飯ってやつ、カツオ飯って書いてあったよ、見たら合ってるかちょっと不安だったから。いや、ローソンじゃない、セブンですね、カツオ飯。これめっちゃ美味しかった。あ、でも地域限定みたい、あれかな、舞台に期間中に食べたから東京とかかな、つばい地域、北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川だけって、え、こんだけでしか売ってないらしいよ。でもね、これ美味しかった、好きだった、このおにぎり。おかかが好きな人は絶対に好き私おかか好きだから。おにぎり、そのさ、海苔で巻いてるようなさ、ああいうさシンプルなおにぎりで買うとしたら、大体おかかかなんだろうな、明太子とか。でもおかかが好きか、時々違うのも食べたくなるけどおかか好きなんで。でもそこまで食べないけどね。そのなんかおにぎり海苔が巻いてないやつの方が好きでコンビニで売ってるおにぎりそっち買っちゃう、いつも。だからなんかさ、ああいうさシンプルなやつじゃなくって海苔が巻いてあって、なんかスタンダードっていうのかな、ああいうのじゃなくって海苔が巻いてないやつの方買っちゃう、いつも。なんか
なんだっけな、梅が入ってるやつ、カリカリ梅みたいなやつがとか入ってるやつのなんか混ぜたやつ、混ぜご飯みたいな。あれもやってないのと最近よく買って、そっちの方買っちゃう。ローソンかな、あれローソンかな、なんか梅尽くしのさおにぎりみたいなやつがあって、あれが美味しい。なんか普通のめっちゃ酸っぱい梅はそこまで好きじゃないんだけど、そこまで好きじゃない、普通、そこまで好きじゃないでもないな、普通ぐらいなんだけど、カリカリ梅が好きだな。ちっちゃいカリカリ梅と、カリカリ梅はほんとちっちゃい頃から好きあいつだ、保育園とかかな。あと蜂蜜梅が好きなんだよね。で普通のさちょっと大きくって酸っぱいやつとか、めっちゃ酸っぱいやつとか、柔らかくってさちょっと大きめで柔らかくて酸っぱいやつとかは普通ぐらいだけど、カリカリ梅と蜂蜜梅が好き。蜂蜜梅はなんかね、お父さんがなんだっけな、なんか会社の人からもらった、わかんないけど知り合いからもらった、わかんない、忘れたんだけど、なんかちょっといい蜂蜜梅みたいなのをもらってきたことがあって、めっちゃ甘い、本当にめっちゃ、私が多分小学1、2年生か3年生かわかんない、そのぐらいの時期ぐらいにもらってきたことがあって、そっから好き蜂蜜梅。びっくりして、めっちゃ美味しくって、全然酸っぱくない、酸っぱいけど甘酸っぱい。どこのやつかわかんないけどそう、いい蜂蜜梅みたいなのをなんかもらったらしくて食べた。蜂蜜梅好きだね。そう、もう一番最初にそれを食べちゃったからさスーパーとかに持ってるじゃん蜂蜜梅って、そんなに高くないやつも。そういうのってなんかそこまでさ甘さが足りないんだよね甘さが足りないんだよね。美味しいけど、美味しいんだけど、でもそこまで食べないや、そんなしょっちゅう食べるわけでもないけど。梅とは梅だけど味が違う、全然甘さがある。蜂蜜梅が好きだね。いや本当にそれが美味しかったの、どこのか知らないけど全然そっから蜂蜜梅が好き。それまで食べたことなかった。カリカリ梅はちっちゃい頃から好き。なんか保育園の時に、そのなんか保育園かな、確か保育園、あんま覚えてないんだけど、なんかちっちゃいタッパにご飯だけ持っていかないといけないみたいな。おかずとかは学校違う、保育園とかが出してくれるけど、ご飯だけ持っていかないといけないみたいな感じで、そのご飯にそうカリカリ梅を3つとかちっちゃいタッパにご飯詰めて、でそうカリカリ梅を3つぐらい入れて待ってた好きだったんだよね。なんかさ、その梅のさ周りのさちょっとさ梅の味がするご飯、あれが好き、あれも好き、わかるなんか、あ、55分ありがとう。なんかさ梅のなんかピンクになっててみたいな、あのご飯も好き13位からランキングあります。13位、バトニーさんありがとうございます。12位、トアさんありがとうございます。11位、シンさんありがとうございます。10位ショートさんありがとうございます。9位ジュナットマークからのファミリーさんありがとうございます。8位としのりさんありがとうございます。7位リボンさんありがとうございます。6位ウドさんありがとうございます。5位コウタさんありがとうございます。4位ラスカルアットマークタムタムさんありがとうございます。3位トシベビースターマンさんありがとうございます。2位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう。
ありがとうございました。ありがとう。明日の配信も、明日の配信は23時台にすると思います。明日の配信も、もうだ、今日も23時台にしたわ。え、なんか画面がカクカクしてる。重たい。けど熱くなってるわ。だからか。明日は、イベントです。屋外イベント。暑そう。頑張ろう明日も。そう、今日リハして、ちょっとやばいから絶対に今のままじゃん。ちょっともうちょっと練習してからお風呂に入って寝る。衣装似合ってた、ありがとう。そう、今日の衣装めちゃくちゃ可愛かった。なんかその普段のさ、ああいうさ衣装じゃなくってさ、そう、なんていうん、私服みたいな、私服じゃないけどいつもとはちょっと違う感じの衣装でさ、で衣装っていうよりさ、なんかなんて言うんだろうな、ちょっと難しいわ説明が。めっちゃ可愛かった、みんな可愛かった。いや、ルーズソックス可愛いよね。ね、私がつけてるあのタイプのやつもめっちゃ可愛いけど、ひーちゃんがつけてるあのタイプのルーズソックスも好き。私ルーズソックス3足ぐらい守ってて好きでそう、でも最近あんま履いてないんですけど、暑いから。そう、なんかアームカバーつけてるメンバーもいて、めっちゃ可愛いと思った。アームカバー、そう、最近流行ってるの知ってて、そう、でもそこまで思ってなかったね。あ、流行ってるんだぐらいだったんだけど、え、今日そのつけてるメンバー見てめっちゃ可愛いと思った。あの衣装選、いや、私が選んだわけじゃなくって、おしゃれさんがやってくれましたね。これからエピしないですね今日は。で、あのスプリット2始まってから一個もしてないや、ゲーム開いてすらない。やばい、やりたいけど、ちょっとやらないといけないことが多いんでね。人はイベントだし、ルーズソックス履いて配信してほしい。見えないよ見えないよ、履いてやっても。人の髪型何にしようかな、まだ決めてないんだよね。いつもその場だいたいまあいいや、後で決めよう。でも暑そうだな明日、後で決めるけど明日の髪型、衣装がどうなのかも分かんない。あ、やばい、もうちょっと消えちゃうじゃん。じゃあ明日の配信も多分23時台にすると思います。明日はイベント、来る方いるのかな。でも私あれだもんね、急遽だからさ。あ、やばい、12時だ。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。また明日。